皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日私たちは長野県は長野市にございます、善光寺に来ております。そうですね、ここ見てください、善光寺参道ですよ。そうですね、はい、まさかの昨日のデスクのそば食べ行こうよが長野ということで、まあ、美味しかったでしょう。いやぼっちさんの美味しかったですね、トガキそばとっても美味しかったですね、ということでせっかく長野に来たわけですから。そうですね、せっかくなんでやっぱりね、善光寺さん、見ていかないわけにはいかないと、善光寺立ち寄っていこうというところなんですけども、ちょっと私ずっと気になってるんですが、はい、あそこにある七味唐辛子屋さんって八幡屋磯五郎さんじゃないですか。もう看板が出てますもんね、これちょっと有名なお店なんでちょっと行ってみましょうよ。そうだね、行ってみますか。私辛いの実は大好物なんですよね。ちょっと、いいですか、ね、立ち寄ってっても行きましょう行きましょう、はい、そうそうここですよ、ここここ、まさか来れるとは思わなかったんで、そうですね、ちょっと早速行ってみます、お邪魔します。お邪魔します。はい、ということで皆さんこのパッケージご覧になったことあると思うんですけれども、こちら八幡屋磯五郎さん、好きな塩梅で調合できるということなんですけども、ね、自分の好みの味になるってことね、はい、ただ調合できるのは店舗のみで、ここは善光寺の本店ですね、そして長野緑店というのと、あと軽井沢店、この3店舗でしか調合ができない、調合はその3店舗だけできないということなので、早速今日は調合していただきたいと思います。そうですね、すいません、よろしいですか。私ちょっと辛いのが好きでですね、唐辛子と山椒多めで調合していただきたいんですけども、よろしくお願いします。はい、早速調合していただきたいと思います。これですよ、このアッキー、この種類アイスクリーム屋さんみたいなのに、そうですね、確かにアイスクリーム屋さんみたいなのりですね。いや小山さんね、これびっくりしましたね、ハバネロとかもあるんですね。そうなんですよ、スコーピオンなんつったらもうやばいやつですね、これスコーピオン、はい、はい、ハバネロもかなりちょっと辛い、辛くて、でちょっと香ばしい感じの香りじゃなくてちょっと独特な香りするものですけれども、香りとかは大丈夫ですか、ね、はい、わかりました。バネルの割合多めにするとですね、かなり辛めにそれだけなってくるんですけれども、結構辛めの方がいいですか。そうですね、先ほど教えていただいて、うまくこの中間中間ぐらいに入れていただきたい。かしこまりました。どのぐらいの量を作りしましょうか、混ぜ合わせた時に。あ、これぐらいの量の販売してる、販売してる量ぐらい、はい、量ぐらいした、はい、大体そうしましたらかなり半分ぐらいの量でじゃあお作りしていきます、ありがとうございます。ちょっと配合だけそうしましたら、はい、考えさせていただきますね。一言に言ってもいっぱい種類が、もうレモンとかも柚子とかもあるんですね。味付けなどもたくさんありますし、素材だけでも今30種類以上ですね、すごいご用意しております。ね、容器で測りながらお作りしていっても大丈夫。はい、すいません、ちょっと一旦お作りしていきますね。はい、お願いします。お味を入れていきます。はい、そうしましたらこちらで今素材ですね、ご提供いただいた素材が全部入りましたので、いやすごい香り、匂いがすごい香りしてますね、はい、こちらで混ぜ合わせていきます、はい、お願いします。すごい、見たことない色になってきましたね。山椒強めということで、そうですね、はい、はい、山椒がちょっと強くなるように少し多めの配合で、ありがとうございます、はい、お作りしてあります。いやもうこの香りたまんないですね、ではこちらが完成になります、ね、完成です、はい、あ、できました、ありがとうございます、はい、いやこれどんな料理に使うか楽しみ、楽しみ、はい、このまた強烈なしびれって書いてありますからね、これ、はい、よろしければ、お味をいただけますので、はい、どうぞ。まあいいですね、ああもう今口の中にお汁がちょっとじゅわって出てきます。山椒の香りがすごい、山椒の香りですね、マスク越しでもかなり分かる、かなり分かるんですよね。こちらで袋の方としていただきます。いやオリジナル山椒できましたよ。じゃこちらで、はい、お間違いないですね、はい、あ、カルテ、はい、今回お送りした内容を記載したカルテになってます。 ありがとうございます。そちらと合わせて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。八幡屋磯五郎さんで唐辛子ゲットしました。いやー、辛いの好きだ好きだ言いながらスコーピオン行かなかったのがね、ちょっとね小山さん。いや、ちょっとね。ポコぶりを。
やっぱ段階っていうのがありますから、ね、もう一段階残しておきたいじゃないですか。なるほどね、はい、ちょっと善光寺の中店なんか覗いていってみましょうよ。そうですね、はい、行きましょう、はい、おたけ、おやっぱり善光寺といったら信州名物、うん、おやきですよ。手作りおやきですからね。この丸八酒屋さん確かですけど有名ですよね。有名なお店です。いただいていきましょう。いただいていきましょう、はい、こんにちは。こんにちは。え、そしたら人気ナンバーワン野沢菜、野沢菜これ3つお願いします。はい、はい、手作りでございます。わあ、いいですね、いいですね。3つで、はい、いや美味しそう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということで中で食べていいということで、そば茶も出していただきました。そば茶もいただいたんですね。じゃあこれ、これですよ、湯気が。おー、美味しそう。それではいただきます。いただきます。おー、うん、美味しい。うまっ。とにかくもっちもちで、もちもち、で野沢菜が絶妙な塩味なんですよ、うん、はいはいはい、しょっぱすぎないんです、うん、生地はもっちもちで甘い、おいしい。ナンバーワンの理由が分かりますよ、これとってもおいしいです、うん、お、あきらか晩酌のおつまみってなってますね。信州味噌、ニンニクぐらい、おお、うまそうっすね。なんでしょうね。あ、これなんかワインにも合うおつまみ売ってそうなんで、いいね、ちょっと立ち寄ってみたいと思います。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう、はい、失礼します。失礼します。こんにちは。うわー、いっぱいありますね。これワインに合うんじゃないですか。ドライフルーツ、はい、うん、甘納豆、うん、ちょっといくつか買ってきます。さつまいも甘納豆とか、うわ、うしそう。オクラチップス、へえ。ちょっと僕この、ありがとうございます。このミックスさん、せっかくなんで買っていこうかなと思います。あとはなんだろうな、甘納豆ってすごい気になるんですけどね。甘納豆行きましょうよ。こんなにいっぱいあるんですか。落花生甘納豆、さつまいも甘納豆。あっき、どれがお好みですか。さつまいも、さつまいも甘納豆いってみます。美味しそうじゃないですか。美味しそうですね、うん、ワインのつまみはどの辺ですか。こちらのチーズも、チーズも、あー、いいですね。この辺とか、あ、いいじゃないですか。あ、これいいですね。チーズとアーモンドいいですね、はい、合いそうですよ。これもじゃあ、うん、買っててみましょうかね。うん、大豆のビールなんかもとても合います。ありがとうございます。いいお土産が買えそうです。良かったです。いやー、はい、ちょっとお土産買ってていい？あ、いいですけど。もう、はい。いや、阿部さん。門前味噌。有名な味噌。はいはい。うん、なるほどね。いや。バターだ。あ、これです。あ、見たことある。なるほど。じゃあこれでいいですね。これを買ってみましょう。はい。いや、デスク。はい。いやいや、味噌もそうなんですけど、はい、僕ちょっと気になるの見つけちゃったんですよ。はいはい。元祖味噌ソフトクリーム。味噌ソフトクリーム。ちょっと食べていきましょう。ちょっと食べましょうよ。そうですね。興味津々ですよ。ちょっとこれと味噌ソフト2つお願いします。すいません、お願いします。味噌ソフト、どんな味がするんですかね。黄金味噌、ご存知だったんですね。もうランキング1位の。そう言われると欲しくなっちゃいますよね。あ、来ました。あ、すいません、ありがとうございます。すいません。じゃあデスクのお土産もゲットしましたし、はい、気になる気になる味噌ソフトを締めていきたいと思います。はい、ではいただきます。いただきます。意外や意外。お、後味が完全に味噌です。味噌、味噌の風味がすごい。でも最初バニラかなみたいな感じですよね。でも風味はもう味噌で、味噌ですよこれ。最後味噌になるんですよ、口が。不思議ですね。ちょっとね、唇に残る味がしょっぱいんですよ。甘い後のしょっぱさって美味しいじゃないですか、うん、その感じです。いやー、これ美味しいですね。これ美味しいです。長野美味しいものいっぱいありますね。お焼きから来て、本当ですね、うん、デスクの振りでそば、そばはマジかよって思いましたけど、うん、です。ありがとうございます。こんな美味しいもの食べれるとは思わなかったです、はい、ですということで皆様もぼっちさんでそば食べて、うん、善光寺このゴールデンルートを激勝でございます。激勝です。これから季節もいい季節に入ってきますので、うん、そうですね。ぜひ皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、それではご挨拶させていただきましょう、はい、それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。